それではモーティブ社のパープルタンクを投球します。それではモーティブ社のパープルタンクを投球したコメントいたします。モーティブ社のウレタンはマイクロセルポリマーという新しい素材で、前作のデザートタンクやタンクブリッツなどを発表してまいりました。今回のパープルタンクはコアは RG2.57 デルタ RG0.015 という前作のデザートタンクと同じ仕様です。今回パープルタンクのカバーストックは元祖のウレタン素材でソリッド仕様になっております。そのことによって非常にオイルの中でも安定感があり、ショートコンディションや荒れたコンディションで投球が可能となっております。ブランドは違いますが、同じウレタンで比較するならばロックオンウレタンに非常に近く、そしてピンアクションも良かったのが印象です。ぜひ皆様もパープルタンクをお試しください。